ビューティーお金バンク、最後の最後にガシガシパイの見負け。山川さんとエビちゃんの打順をスイッチしてもよくない？そんなことない？いやー悔しい。でもこういう接戦は見てて楽しいので、次こそ勝つ。何かすっげー既視感ある負け方。意外と打力なくて、意外と先発いけてて、意外と中継ぎダメそうですね。負け方、まだ始まったばかりなので切り替えていこう。今日は勝てた試合やっただけに悔しい。出塁率と打率の高い柳町を使いたいのに、守備つかせるところない。内野おじさんかけが人しかおらんやんな。誰がどう考えても打順おかしいって。擁護派もおるけど、近藤5番はもったいない。負けほです。まあまだまだシーズン始まったばかり。明日はとりあえず1回に10点入れましょう。残念、満塁でも無理でした。早くこの打順やめてくれ。山川は6番とかでええわ。近藤を5番に置かないでくれ。4月頭に1つ落としたところで絶望してやけになる必要もない。冷静に行こう。今日はバッター陣が良くなかった。山川のために近藤5番とかやっておいて、その山川が打たんのに未だに5番近藤なの頭悪すぎる。ご視聴ありがとうございました。